フランシスコへ、吉本隆明。一匹の猫が死ぬこと。フランシスコが死んだ。僕よりはるかに長生きすると思っていた猫が僕より先に行ってしまった。一匹の猫と一人の人間が死ぬこと、どう違うかっていうと、あんまり違わねえねえって感じがします。同じだなって。どっちも愛着したものの、生と死ということに帰着してしまう。猫の寿命はどのくらいかって言ったら、25、6年が最長くらいじゃないですか。僕は曖昧になってしまったけど、16歳4ヶ月で御臨終です。かかりつけのお医者さんがそう言ってた気がしますから、猫としてはまあ申し分ない。大抵の猫は死ぬ時に黙って姿を消すもので、そうすると飼い主はおそらくどこかで死んだんじゃないかって想像する。それで僕は子供の頃飼っていた猫が不意にいなくなっちゃったりすると、きっとどこかでのたれ死んでいるんだと思って、ずいぶん切ない思いをしました。フランシスコの場合はそうじゃなくて、亡くなる時も僕のそばで亡くなった。最後の最後は猫がよく甘える時に鳴らす首とか脇の下とか動くのはそれくらいで、何の言葉もないけど、そこまで一緒にいられたんだったらもう言うことはないよなって。だからあの猫がもういないんだってことはよくわかってるんです。ただいないってことに慣れていくのは大変で、そんなものは日に日に薄れていくもんだと言われても、早いか遅いかで言ったら遅いんですね。なんかね、何でもない何の意味もない猫の話で何か意味を引き出そうと思うんだけど、一向に特別なところは見つからない。平凡といえば平凡、極まりない平凡猫だったのに、こういう猫はそれまで出会ったことがなかったな、またこれからもいないかもしれないなっていう感じがするんです。思い出すといっても、思い出すのは目とか瞬間的な動きとか、そういう断片的なことだけで、そんなものは思い出すとも言えない。でもどの猫を見てもあの猫と似たところはないな、あの猫と似た猫は見つけられないなって、忘れがたいなって思いが強い。その忘れがたさっていうのは割合長く続く気がします。あれよりもっと利口な猫はいくらでもいるけど、あいつに似た猫はどこにもいない。特別なところは何もない。あの猫のことはどう言ったらいいんでしょう。僕にとって特別な猫であることは間違いないんだけれども、じゃあどんなふうに特別であったかを言葉にしようとすると、これといって特別なところは何にもなかった。でも自分の執着の仕方を見ていると、やっぱり何かあるんですよ、きっとね。でもその何かっていうのを言葉で言うのが難しいんです。それが言えればわかりやすいし、たやすいんだけど、その意味ではわかりにくい猫だったっていう気がします。僕にとっては価値のある猫だったけど、一般的に言って価値があるかって言ったら、そんなもの全然ない。そういうことで言ったら、うちにいる他の猫たちの方がよっぽどこれっていう特色とか美点を挙げることができそうに思うんですね。例えば姿も可愛いし態度も可愛いってことで言えば、白猫の白身の方がずっと可愛いし、洞察力も優れている。白身は稀に見る美猫だって言ったっていい。それに比べるとフランシスコはそんな美人でもないし、すばしっこいわけでもないし、いわく言い難い平凡な猫だって。割合に顔も長くて目もパッチリした感じじゃないし、毛並みもあんまり良くなかった。毛が薄くて触るとあばら骨の感じがわかるみたいな痩せた印象がありました。そんなら機敏なのかといったら、素早いとか活発だとかいうところも全然なかった。こうやって言い連ねていると、それじゃあどこもいいとこなんかありゃしねえじゃねえかってことになるけど、これはちょっと素晴らしい猫だなっていうような目立つ特色は本当にどこにもない。おとなしいっていうより鈍感で、黙りこくった感じがする。冴えたところなんか何にもない、ぼんやりした猫なんです。
今でも子供が餌をやると近所の猫が集まってきますけど、そういうところに集まってくる一匹の猫という以上の印象は特にありませんでした。利口かって言えば特に利口でもないし、訓練したからって良くなりそうなところもありそうにない。平凡極まる平凡猫だって言えばそれが当たりだっていう気がします。そんなことを言ってると何も始まらんじゃないかって言われても、いや、平凡じゃないと言えるようなところは何にもなかったように僕は思います。だけど僕とは相性が良かった。いいとこなんて特にないけど、なんとなく相性が良かっただけだよって言ってもいいくらいです。ぼんやり猫だったけど、そのぼんやり加減が僕とは馬があった。